こんにちは。今日はですね、災害対策に適した商品をお話しします。私がお勧めしたいのは雨水タンクですね。いわゆる雨の水を貯めておくタンクのことです。雨水タンクって聞くとですね、ガーデニングで使用するものなのかなと思われがちなんですけども、僕はトイレに使ってくださいねというお話をしています。でこれはですね、今のトイレというのは電化製品なんですね。ですから停電になってしまうと水も流すことができないわけなんです。電気の種類にも2種類ありますよね。タンクレスとタンク付きの場合があります。タンク付きの場合だったらこれは大丈夫なんですね。だけどタンクレスの場合というのは全て電気で動いているものですから、停電になると水を流すことすらできなくなってしまうわけなんですね。ですから僕はよくお客様にお話をするのは、災害したようなことも考えてトイレを変えられた時に一緒に雨水タンクも設置されてはいかがですかというお話を最近はさせていただいています。雨水タンクの水って飲めるのって言われるんですけども、これは飲めません。雨水タンクの水さすがに飲むことができませんけれども、水というとですね、災害時には一番大事なものなんですよね。飲料水の確保というのが非常に大切になってまいります。その時に飲料水の確保も大切なんですけども、やっぱりトイレを我々は我慢することができないです。1日7回使用していますのでね、その時にどの水を使うのかということなんですね。その水を飲料水を使うのではなくって、こういった雨水タンクに溜めた水をお使いいただきたいなというふうに思っています。よくですね、雨水タンクの水って汚くないですかって言われるんですけれども、これはやり方次第だと僕は思うんですね。例えばですね、パナソニックのレインセラーではですね、雨溜めませんかっていう商品だと、季節の雨どいを切って雨どいに流れてくる水が雨水タンクの中に入るんですね。で、雨水タンクがいっぱいになってくると今度はそれを戻してくれるんですよね、雨どいの中に。ですから絶えずこう水が循環しているというふうに考えていいと思います。ともう一つは掃除ができますかという掃除なんですけども、これに関しては雨どいの切り取った部分ですね、そのアダプターの部分を取り外して中を掃除することができます。またですね、そのアダプターの中にはですね、スポンジが入っているので、雨どいを通じて例えば落ち葉とかですね、それが直接、タンクの中には入らないようになっています。ですからお手入れの方も簡単じゃないのかなというふうに思っています。災害対策にぜひ水タンクですね、こちらの方を使用していただきたいなというふうに思っています。